正直、大会前の予想を完全に上回ってて、自分たちがやることをぶつけようというか、もう最後まで歯食いしばって、とにかく守って守って体張って。皆さんこんにちは。アルビレックス新潟レディース、川澄なほみです。今日は、なでしこジャパンの快進撃についてお話ししたいと思います。今のなでしこジャパンは見ていて本当にワクワクしますし、正直大会前の予想を完全に上回ってて、もう嬉しい誤算というか、予選3戦見ましたけど、どの相手にも違った形でいろんな選手が出ながらしっかりと高いパフォーマンスで結果を出してるっていうのは、ちょっと怖いぐらいできすぎてたなっていうふうに思いましたし、まあ、あのメンバーが決まるときにね、ベテランの岩渕選手が外れたりして、経験がなくても、若さの勢いって言ったらですけど、そういった部分で戦っていくというような選手の話も、池田監督はされていたので、そこがこう、どっちに出るのかなっていうふうに見てましたけど、こう、いい方向に出てるなっていうふうに感じます。今大会、安定してるチームが少ないなって正直思ってるんですよ。で、その中でも、スウェーデンが一番安定してるなっていうふうに思ってて、スウェーデンって世界大会でもなんだかんだいつもベスト4ぐらいに入ってくるんで、前回大会もね、3位でしたよね。結構カウンターがやっぱり強烈で、あとは日本相手だったら簡単にクロス上げて高さ使ってっていうのもしてくると思いますし、やっぱりセットプレーを不用意に与えてしまうと、スウェーデン、イタリアとやった時に4点中3点コーナーからぶち込んでるんで。なので、そういったところは警戒しなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。この前のノルウェー戦なんかは、まあ、理想といえば理想ですね。ボールも持ってるし、しっかりと点を取って勝つ。まあ、私の予想だと、試合もみんな4試合重ねてきてるんで、分析する材料は十分にあるので、日本の戦い方は多分ほぼほぼ出し切ったんじゃないかなって私の中では思ってるので、ここからまだ他の手があったらもう、私もお手上げなんですけど、急にパワープレイとかできちゃう日本とかになっちゃったらもう、どこで練習したのって。まあまあ、しっかりボールを持って繋いでゴールに行ってほしいなっていうふうに思います。今大会のそのなでしこジャパンの特徴、2011年の時との違いとかがあったらぜひ教えていただきたいんですけれども。そうですね、2011年の時はまあ私自身は初めてのワールドカップでしたし、それまでにね、当然ワールドカップ何度か経験してる選手もいるっていうチームの中で、ベテラン中堅若手のバランスも良かったと思いますし、自分たちがやることをぶつけようというか、もう最後まで歯食いしばって90分120分とにかく守って守って体張ってっていう、それで勝ち上がっていったのが2011年だったなっていうふうに思うんですけど、今の代表は9選手が海外のチームに所属していて、まあ、他にも名目選手だったり、田中美奈選手だったりっていうのはね、海外でのプレー経験もありますし、まあ、だからこそ世界の舞台に行っても堂々と戦えるんだなっていうふうには感じてますね。やっぱり中盤での攻防だったりとか、体の使い方が上手かったり、そういったところも本当に海外でやってる選手は特にもうそれが日常なので、全然普通の中でやってるなっていう感じがしてますね、うん、私なんかはもううわー早い早いでかいみたいな感じでやってたんで。そうなんですね。その辺のメンタリティとかも全然違うんじゃないかなっていうふうに感じます。今回のワールドカップ、ギリギリまで地上波の放送が決まらなかったじゃないですか。川澄さんも1月のチビリブスカップの時からこの放送がないことをすごい危機感を示していらっしゃったと思うんですけども、どう感じていらっしゃいました？FIFAの中では男女こう平等にしていくであれば、放映権のところも引き上げていくっていう、まあ当然ね、そういった作業は未来に向けては必要だとは思うんですけど、まあ現時点で考えると、なかなかね、手の出しづらい金額を提示されていて、まあ、このままだと本当に放送がないんだろうなっていうのは覚悟してたんですけど、ギリギリのところでNHK が放送を決めてくれたので、それは本当に嬉しかったですし、まあ、
昨今ではね、ネットでの配信っていうのもとても頻繁に行われてますし、そこも一つ大きな産業だとは思うんですけど、ただやっぱりテレビで見れるっていうのは、パッパって回してて、あ、なんかちょっと見ようってなる可能性が高いですし、まあそういったところからいいプレーをしてれば、興味を持ってくださる方もきっと多いと思うので、そういった意味で、こう、地上波であったり、まあ BS もありましたけど、放送があるっていうのは、やはり今後担う子どもたちにとってすごく良かったなっていうふうに思います。なんか当時川澄さん結構 SNS ですごいそのこと発信されてたなっていうのが印象的、はい、その時っていうのはどんなお気持ちだったんですか？一応まあ女子サッカーの中の人間として話させてもらうと、やはり今年ワールドカップがあるっていうのはもう4年前から8年前から10年前からもう分かってることであって、で、そういったこう、ワールドカップイヤーの一発目の国際人前試合、しかもアメリカで、アメリカとカナダ、ブラジルとできるっていうすごくいい状況の中で、放送がない、配信がないっていうのは、なんかすごくファンの方を悲しませてるなっていうふうに思いましたし、まあこれは放送してくれなかったテレビ局とか配信とかに私は物を言いたかったわけではなくて、一番は、あんまり大きい声で言いたくないんですけど、やはり協会がどれだけ力を入れてやってるのかな、やろうとしてたのかなっていうところにちょっと苦言を呈したっていう形で、ああいったツイートをした形だったんですけど。すみません。あとうちの、ニューヨーク支局長がずっと横で聞いてたんですけれど。すみません。一時帰国中で普段、アメリカにいるもんなんですけど。ああ、そうなんですね。お聞きしたいのは、その地上波の放送決まらなかった時の話とか、当時のソーシャルとか YouTube 見ると、まあおそらく絶対女子サッカー見てない人に限って、なんでそんな高い金払わないといけないんだとか、そんなに男子よりレベル劣るものに金払うべきなのかみたいなコメントがついてて、こういう認識が選手の方々とか周りの方々に対してすごい闘争心逆に燃えたんじゃないかなとか勝手に想像したりするんですけど、そのあたりなんか思っていらっしゃることとかってあったりしますか？いやもう本当におっしゃる通りで、女子サッカー本当見てて面白いなって思いますし、いろんな角度で試合を見れるなっていうふうに思うんですよ。どうしてもサッカーって日本だと男性のスポーツっていう認識が、まあまだちょっと強いなっていう気はしていて、それこそパワーがあった、スピードとかとかって言うんですけど、なんか別にそんな男子とか女子とかじゃなくて、サッカーとして見ればいいんじゃないのって、私は常々思っているので、まあむしろ激しさで言ったら、女の方がなんか、本当そうですね、激しいんじゃねえかって思うぐらい、ワールドカップ見てても思いますし、そういったところを多くの方に知っていただけたらいいなっていうふうには感じますね。でもおっしゃる通り、本当にテニスとかでも何でもやっぱ女子だけの面白さがあって女子の方が人気あったりって普通にあることなので。本当に他競技と比べてサッカーは男子と比べられすぎるというか、なぜかすごい下に見られるっていう気がしているので、そこはそういうレッテル貼るのやめてほしいなって思いますし、女子もパスつないで面白いよって思うんですけどね。その点で言うとすいません、言ってくれ。フランスの CM がすごかったですよね。もう超最高でした。全部男子のエムバペとか、グリーズマンとか有名な選手の顔でプレー集を流してるんだけど、実はそれ AI かなんかで顔だけ変えてた女子のプレーで、君たち偏見なかったですかっていう問題提起とともに凄さも伝えるみたいな。あれは最初見た時びっくりしました。だって私普通に、ああ、やっぱ早いなとか。やっぱうめえなとか思ってたんですよ。顔変わったから、そういうことと思って。逆に怖いって思いましたけどね。女子でこれ怖っと思って。ぜひ探してみてください。2011年優勝の時っていうのは、なでしこジャパンってこう、なんかイコールバルセロナみたいな、その人気絶頂の時から、さらに世界でもプレーされていた川澄選手、どう感じていらっしゃるかなっていうところをお聞きしたいんですけれども。まあ、私自身は2011年でその優勝を経験して、その後2014年からアメリカでプレーをしてっていう形で、アメリカはワールドカップ最多優勝国ということで、本当に女子サッカーを
牽引する国だと思うんですけど、アメリカはね、もうプロリーグが、今やってるリーグは3個目なんですけど、2013年から始まった NWSL で、代表もそうですけど、自国のリーグっていうのも発展させてきたなっていうふうに、私は感じていました。まあね、日本は、それこそ、鉄が熱かった時にもうちょっと打っとけばよかったんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、プロリーグができたのも2021年。もう少し早い段階でできてたら、またもうちょっとその2019年のワールドカップなんかも違ったのかなっていうふうには、正直感じてはいるんですけど。ブームの頂点だった時、なんか危機感っていうのはあったんですかね？どのようにその川澄さんは感じてましたか？私は、あのブームの時は、こんなのずっと続かないって、毎日思ってました。とはいえ、やはりこのブーム、を経験できるのはほんの一握りだし、やっぱりここでしっかりと自分ができることはやろうっていうのもずっと思っていました。本当に忙しかったですけど、メディアに出ることであったりとか、そういったことっていうのを手を抜いたことはないって胸を張って言えますし、そこがあるからこそ今でも根強く応援してくださってる方はいるなっていうのは思います。ただやっぱりその根強く応援してくださってる方っていうのをもう少しやり方次第では、なんて言うんでしょう。にわかの人たちをもうちょっとこうね、広げていくみたいな。そう、できたのかなとは思いますけど、とはいえやっぱりたくさん入ってくれた方が嬉しいので、いろんな方に来てほしいなっていうのは常々思ってます。やっぱ見てもらうのが一番いいんですよね。見てもらう。いや、それはそうですね。観客何人だってやることは変わらないって言うんですけど、これ前別のところでも話したんですけど、実際に声援があると選手のパフォーマンスが上がるっていうデータがもう出てるんですよ。それはもう科学的に。なので、その科学を信じて、皆さんにもぜひその選手のパフォーマンスを上げる一因になってほしいです。大きい声援を送っていただくと、選手は張り切って頑張るので、ぜひスタジアムに。まあ、2011年の時は、日本の女子サッカー界のために戦っていたなっていうふうに思います。ね、それが実際にね、2011-15と決勝戦まで行って、まあ、リオの五輪で出場を逃してしまって、まあ、それぐらいからね、やっぱり結果を出さないとなかなか注目してもらえないんだなっていうのも、とても感じましたし、まあ、そこから監督も変わって、選手もかなりごそっと変わったので、また新しく始めたっていう感じに私には見えてて、当たり前なんですけど、監督が変わったり選手が変われば、なでしこジャパンっていう箱は一緒かもしれないですけど、やっぱり見せる色だったりとかっていうのは違うなっていうのは感じていました。でもそれはやっぱり時代の変化によっていろいろやり方も変わってくるので、昔が良かったっていう話をしたいっていうわけではなくて、より良くしていくためにはきっとね、海の苦しみというか、そういったことも必要だと思いますし、2019年もワールドカップでベスト16で敗退してしまって、でまたその悔しい思いを知ってる選手が今のなでしこジャパンには多分7、8人いるのかな。まあそういった思いも引き継いで、今また戦っているんじゃないかなっていうふうには感じています。今大会であれば、チャーター機で行って、シェフがついて行って、なんてもう、FIFA っていう大きい枠でね、出場しただけで、選手一人に約420万円とか、まあ、ああいうニュースを見るたびに、もう、羨ましいって、正直思いますよ。選手としてね。で、やっぱりワールドカップに出るっていうのには、それだけの価値があるんだよっていうところを FIFA がこうね、表してくれてると思いますし、で、JFA が女子もワールドカップに行くときは、そういったサポート体制があるんだよっていうところをしっかりと整えてくれてるっていうのはすごくいいことですし、じゃあそういういい環境を与えてもらった今の選手たちは、じゃあ次の何のために戦うのかなっていうところもすごく大切だなっていうふうに思います。ただね、まあ、うちに、まあ、ばっかり、こう、気持ちを持っていく必要もないと思ってるので、もう私は絶対に、この大会に勝って、日本の女子サッカーの、こういうところを変えていきます、みたいな、別にそういう感じではなくてもいいと思うんですけど、ただね、自分の中にそういうものも持って戦うと、
よりこう何かのために戦うってこう強くなれると思うので、本当に今年から私はWリーグに入りましたけど、本当にWリーグの注目度はあなたたち一人一人にかかってるから本当にお願いしますっていう気持ちで応援してます。でもなんか女子サッカーのいいところってやっぱりこう試合会場に行った時、試合の後に結構近い距離感でお話ができたりとか交流ができるっていうのが一つ良さだと思うので、うん、そういった部分は積極的にやっていきたいなっていうふうに思いますし、まああとは女子サッカーが発展していくためにはやはりプロリーグにもなりましたし、私みたいなマーケティングだったりブランディングの素人が考えるようなことだけでは足りないと思うので、そういった部分をきちんとこうプロの方、企業さんであったりとか他のスポーツであったりとか、例えば他の業種であったりとかっていうタイアップをねしてみたりとか、なんでしょう、もう応援してるよっていう人たちにしか刺さらないようなことをしててもやっぱ発展はしていかないと思うので、分かりやすくターゲットを絞ってちゃうとかっていうのは必要かなと思います。なんか自分自身が結構感じるのって、同世代の女性たちって意外と戦ってる女性かっこいいと思うんだなっていうのをやっぱりいろんな場面で遭遇するんですよ。だからこそそういう人たちが来てくれるようなイベントをしてみたりだとか、例えばですけど親子連れとかターゲット絞った売り込み方をしてみるっていうのも一つかなと思いますし、奇抜なというかそういった戦略は必要なのかなっていうふうには感じます。